どうも、野呂です。今日もゲストをお呼びしております。アーティストの新宅かな子さんです。新宅です、よろしくお願いします。新宅さんはですね、今まさにこの前撮影したんですけど、全裸っていうかね、全裸でもう絵の具を体に塗って、またそれをどんどん変化させて、それまた乾いていったりとかっていうことをして、表現してるっていうんですかね、はい、っていうあのアート作品を、制作されています。ちょっとまあ僕もさっき見て衝撃だったんですけど、ちょっといろいろとお話聞きたいなと思って、はい、急遽お時間いただいたんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんですけど、さっき の絵の具をもう塗っていくパフォーマンスなのか、はい、あのこれアート作品ってことなんですかね。はい、そうですね。9年前からこういった行為を行い始めたんですが、大学院に入った時に初めて作品化したっていう感じになってます。9年前っていうと、いつぐらい？高校1年生の時ですね。高校1年の時に塗ろうと思ったんですか？そうですね、なんかその時が芸術系の高校に入っていて、でそれであのみんなで合作を作ろうっていう話になって、はい、でその時に校庭に剣都市を並べて、で音楽を聴きながら何か踊りながら絵の具まみれになるっていう、なんかそういったことをしたんですけど、はい、結果的にその身体に塗料をまとうっていう風になって、それがすごく開放感を覚えて、この感覚は一体何なんだっていう、その時に感じて、そこから定期的に、はい、絵の具をまとうというパフォーマンスを行い始めました。最初は学校の、まあ、その制作でやってみたら、はい、ハマっちゃったみたいな、はい、そうすごい簡単に言うとそんな感じになります。それはそこからこう始めていって、なんですかね、どういう、まあ、思いというかコンセプトというか、うん、考えでやってらっしゃるんですか？私がそのなんだろう、家庭環境にちょっと問題を抱えていて、でそれで自分がそのなんだろうな、生きているのか死んでいるのかよくわからないっていう状況がずっと20年くらいあって、でそれでその塗料をまとうと何かこう、液体が皮膚につくことによって、それがこうすごくセンシティブになって、なんか外界とのなんかこう気温だとか湿度だとかをなんかこう通常生きている状態よりもさらにこう取り込めるような感覚があって、まあ、ルストランスというか、なんだろう、生きていることを実感するというか、そういったことになってます。生きていることを実感するっていうのは、その気温とかなんか感じ方が変わるからなんですか？そうですね、なんかよりなんかシビアになるというか、あとはそのいつもこのパフォーマンスをやってる時は自分でセルフポートレートで撮影をしているんですけど、何かそのデータを見返した後とかも、なんかこう人間を超えているような、そういった感覚っていうのが、なんかその視覚的にも肉体的にもどっちにもあって、これはまだ生きてるんだなっていうのを確認しながら作品を作ってます。なるほど、はい、確かに見たこうどんどん塗られていって、こう絵の具がかぶっていくにつれて、この世のものじゃないなみたいな、まあ、正直ちょっと不気味な感じを受けたんですよ。ちょっとエネルギー強すぎるなみたいな。そうですね、あの固定の時も実際に1日4時間毎日5日間パフォーマンスをした時があって、その時もなんかそこの部屋には入っていいよっていう風に案内はしていたんですが、なんかこうちょっと入れないっていう方が結構多くて、自分ではなかなかそういうのが分からなかったんですけど、まあ、鑑賞者にはうって来ちゃう人もいるのかなっていうか思いました。すごいすごいもの見ちゃったなっていう感じ。まあその様子を今回ね、動画撮らさせていただいて、まあ、この後あのプロモーションビデオとして流させていただくんで、ぜひお楽しみいただけたらと思ってるんですけど、はい、その芸術を始めたのは高校入った時から？そうですね、それまでは、12、3年くらいちょっとピアノをやってて、そのピアノの練習時間の時に NHK の特番でもうサルバドル・ダリの特集をやってて、はいはいはい、それでなんでこんなに、なんだろう、2次元なのに3次元的なんだとか、何かその自身の概念の創造というか、創屈というか、なんだろう、そういうことを中学生の時に
すごい感銘を受けてしまって、そこからピルスの道に行っています。おお、中1ですよね。いや、それが中学2年生ぐらいか。あ、はい、高校でそれでそっちに行こうみたいな、うん、そうです。早いっすね。そうですね。なのでダリは今でもすごく好きで、絵描く方じゃないんです。絵描く方じゃないんです。絵描く方もするんですか。絵描く方も、まあ、していることはしてるんですが、ただ、なんだろうな、高校の、大学の時は彫刻系の学部に行ってて、ただ、なんか自分がこう制作をしている時にもうちょっと身体表現とか身体を使った何かとか、そっちの方は自分のなんかこう制作スタイルに合ってるなっていう風に感じて、そこからもうパフォーマンスアートとしてやっていくようになりました。なるほど、はい、そこで自分の体を使いたいっていうのが出てきたんですね。そうですね。なんでなんですかね、それって。なんだろう、なんか、まあ、植物にしろ、まあ、動物にしろ、なんか生物のは本当にあの究極の彫刻作品であるというふうに私は思っていて、 なのでこうそもそもその人体を使いたいっていうふうに感じていたんですね。そうですね。じゃあその自分で何か1から0ゼロからまあ作り上げていくっていうより、そういう植物なのか自分なのかっていう自然のものを使って表現していった方が面白いんじゃないかな、みたいな。そうですね。なるほど。新宅さんの最近の活動ってどんな感じなんですか。最近は、まあ、今丸の内の方で、アートアワード東京丸の内で展示をしていて、はい、で6月の25から30日までは京都の方で個展があって、で7月、8月は韓国の方でアートフェアに出すことが。ああ、そうなんですか。はい、で9月は京都で個展で、10月に東京で個展。おお、人気者じゃないですか。いやー、なんか、ぼちぼちやってます。丸の内もね、どこで丸ビルでしたっけ、新丸ビル。新丸ビル の地下のギャラリーのところですね。はい、すごいですね。基本は写真の展示。はい、基本はそうですね。ただ、まあ、ギャラリーとかから OK もらえたらパフォーマンスも一応します。はい。実際にじゃあ、お客さんにこう、まあ、買ってもらうとか作品を楽しんでもらうとかっていうのは、はい、まあ、その場に来てパフォーマンスを見てもらうっていうのと、写真を買ってもらうとかなんですか。そうですね。今販売しているの写真なので、6月の末の個展の時には立体作品も展示をするので、そこは、なるほど、はい、値段がついています。そこは彫刻に戻るんですね。一旦そうですね。なんか自分の中でこうハードウェアとソフトウェアをこう行ったり来たりするっていうのがすごく好きで、なんだろう、もうなんかどん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 こう抽象化されていくのか具体化するのかっていうところのせめぎ合いで、例えばそのパフォーマンスはハードウェアだけど、それが撮影をされてソフトウェアとしてデータ化して、それがまた出力されて、でそれが次立体になっていって、なるほど、なんかこうなっていくとどんどんこうすごくあの、なんだろうな、なんか具体的な何かになっていくのかなって思って、それ研ぎ澄まされていくんですか。そんな感じですね。はい、考えています。じゃあなんか 3D プリンターとか今後使っていきそうな感じしますね。いやー、そうですね、ファブルツールやってみたいですね。やってそう、なんかデジタル系とかも合いそうな感じします。そうですよね、うん、ちょっと若干サイバーパンク的な要素入ってる。いやー、結構気になってます。はい、ですよね。なんかあのこれってパフォーマンスやってる時って何考えてるんですか。パフォーマンスやってる時は基本的にあまり覚えていなくて、なんだろう、視界の中では全部こう色を見てるなんですけど、うん、色を見てるだけなんですね。はい、ただこう自分の個がどんどんとなくなっていくような感じがあって、例えばその外気のなんかその影響だとかがこう肉体がここにあるというよりはどんどん分散していっているような、ああいう感覚があって、そうですね、それなんか座禅に近い。座禅っぽいですよね。じゃあ基本何も考えずにもう無みたいな感じなんですか。そんな感じです。はい、あとはもう重力と皮膚の形状に任せて色が混合されてい
くっていうのを見てるだけ。あれはやっぱこう考えてますか、これ次赤とか。ああ、なんだろうな、あんまりそこも考えてなくて。あ、そうなんですか。そうなんです、なんか何気なしにバババッと出ます。はい、なるほど。なんだろうな、こう塗料というか液体がなんか人間っぽいっていう風にこう学部の時にずっと考えていて、何か影響を受けた時になんか受けるのか与え続けるのかみたいな、かそれが絵の具がこうどんどん混じり合う感じにすごく似てるなと思って。相対的な人間関係というか、なので絵の具の、まあ、色は指定してるんですけど、あとは全部身体の上でこうどんどん混ざり合っていくのは見てるだけって感じ。はい、そこは自然に任せる、そんな偶然性ちょっと入れつつ。はい、そうです。なるほどね。で実際にこのパフォーマンスを通してどういうことをこう伝えたいとか感じてほしいとかってあったりするものなんですか。なんか、まあ、自分がその絵の具をまとうということで今生きているっていうことを確認するっていうふうにこの行為を始めたんですけど、なんだろう、今のこの現代の社会ってすごくなんか自分では自覚してないけれども何かこう生きているのかよくわからないっていうものを持っている人も結構いるんじゃないかなっていうふうに考えていて、だから私の場合は絵の具をまとうっていうことだったけど、でも他の人にもこう別に絵の具をまとってとは思わなくて、何かその人その人で今生きていることを確認するっていう作業というか行為というか、まあ儀式でも何でも、なんかそれを見つけていったらきっと生きていけるのかなっていうふうに考えていて、それを伝えたいです。ちょっとどうしたらいいか僕も感じたいんですけど、何だろう、何かもっとこう人間の身体っていうものをもうちょっと考えていくと、もしかしたら生きていることを実感できる何かにたどり着くのか。確かに僕仕事からずっとパソコンとかスマホばっかりやってるんで、なんかねその感覚わかるんですよね。なんかこう、運動なのかわかんないんですけど、なんだろうな、自分の身体性感じる機会がすごい少なくなったなと思ってて、どうしたいんだろうなと思って最近ダンス始めたんですけど。すごいじゃないですかそれ。わかる、これ繋がってるのか分かる。そうなんですか。わかんないです、それが繋がってるか分かんないですけど、なんかそういうのみんなあると思うんですよね、今の、社会、日本社会というか。ちなみにこれからというか、将来的にはどういう風になっていきたいとかあるものなんですか。目標としては来年は2拠点持ちたくて、京都と東京で拠点持って、でそれで活動していきたいっていうのと、あとはアジアにすごい興味があるので、そこでこうどんどんコネクション持って展示をしていきたい。で、あとは30、28くらいに自分のスタジオを持って、そこでなんかもっとどんどんこうクリエイティブに活動ができるなんかスタイルを作り上げたいです。あ、ちなみに失礼ですけど、今おいくつでしょう。今、今年で25になります。25、はい、3年後。3年後。すごい、はい、具体的。いいですね。まあでも今、グイグイ来てるんで、応援しています。はい、です。ちょっと PV できるのもね、ちょっと楽しみにしていただいて。はい、楽しみです、めちゃくちゃ。はい、またぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。